どうも、こんばんは、エヌムです。今回は東京グルリインボークやってきました。駆逐フクロウですね、先ほどですね A を言ったんですけど、まあそれは普通に余裕だったんだよ。で問題は S なんだよね。S もねちょっと覗いてきたんですけどあーこれ初見ってタイトル詐欺できねえな。これちょっとね S 覗いてきたんですけど、全く攻撃当たらなかったんで、ちょ一回リタイアして、攻撃回避のあのアタッチメントをねアモンにだけつけていこうと思って、まあ、1個しか持ってなかったんでね、アモンにつけてやっていきたいと思います。まあこんな感じでいつものパーティーですね。まあ、とりあえずあのあいつの V を破壊して、まあ相手のステータスを下げてですね、 A はねそれで回避が飛んだのか知らないけど、飛んだの、いや防御力がゼロになるとか、なんかそういう感じだったんだよね。さっさと始めましょうよ。あ、待って待って待って、あーほらコーヒー1回回ったからさ、オートになってるよ。危なかった。でここでアモンをちょっとこれ使って、こ窓さんのあれでいけっかな。いやこうだな。はいい、え嘘、何、あーそういうつもりじゃなかったんだけど、あまあいいや、いやそういうつもりじゃなかったんだけどな。うわー待って、もったいねえ。まあいいや、ここで1個溜まって、どうせこういったんで突破すっから、もう1個溜まらしちゃおういやでも窓さんのバフ溜めてえな、窓さんのバフ溜めて、これで飛ぶか知らない。あ全然余裕じゃん。どうかな。いやこれあれだな、あでもこのフクロウってあれか、青霧潜入の時のフクロウだから、原作再現しようと思ってウイさん連れていこうかと思って、そういうわけでもないな。ああそういうわけでもないな。これどうしよう、窓さんにバフつけてスキムでバフつけたらいいかな、どうしよっかな。これかっこいいよなこのフクロウ、やばくない、このカグネの再現とかすごくない。インボクね最近まあやっぱキャラどんどん増えてきてね、まあ、バトルシステムはちょっとあれかなと思うけど、普通にちょっとね楽しいよね。はい、どの口が言ってんだってね言ってください、コメント欄で。今頃ねどの口が言ってんだかすってね、いっぱいコメント来てると思うんで、はい、せい。まあ BGM かっけえな。え、あいいわ。どうしよっかなこれ、一回アモンを打って、まあ回避向こうついてるしね、飛ばせると思うんだよね、いずれこいつ一体だけでも。え全然食らわねえんだけど、全然ドン引きなんだけど全然食らわねえ、ま、マジのスケちょっとやばくね、ちょっとやべえな。あーブレイクしちゃうのか、いつかさ、まあいいや、まあ、一旦ここはあれだな。いやーちょ厳しいな、これ重蔵のスキル使ってさ、あいつ避けてないでしょ、スキルは避けない、避けんのかな、あいつがあんだけしか食らってないっていうのは結構ショックなんだけど。俺の重蔵確かアモンのアタッチメントもつけてさ、ブレイク性能はアップしてんだけどな。ほら勝った、硬すぎん、ちょ待って、 S ちょっとさやる気出しすぎじゃない、やばいんだが、どっせい、あーこっちに打つんじゃなかったか、もう一個の方に打った方がなんか頭良かったな。たまる、こっち重蔵で殴ったらどうなるんだろう、怖いな、重蔵で殴るの間違いか、殴ろう、あーいい感じいい感じ、あ持っていけないね、僕が行こうか。でこれちょっとスキブでアモンしばいてみようか、アモンじゃねえ、フクロウ、おら、え待って、あそうか、あそうだ、フクロウしばいてもそれは家庭の当たり前だ、だって取り巻き殺してねえんだもの。あー沼プレイさらした、沼プレイさらしやつ、スキブもったいな、やべえなこれ、よっよっ、あこれやばいな、でラグラグラグ、これが敗北へつながる一手。今のスキブ使ったやつ普通にあれだな、腕に打っときゃ腕の1本ぐらい飛ばせたんじゃないか、空気飛べ、言うて8万、いや全然飛ばねえ、マジかよ、こっちに一発打ってこっちに打つか、
パンチ歌パンチ。どうしよっかな。アモン下げるのもったいないしな。どうかな。これは歌さんを下げていいぞ。よいしょ。これでね、片腕は飛ばしたいな。さすがに片腕飛んでくれないから無理かな。おら、地獄なんだがこのクエスト。このクエスト地獄なんだが。いやー、これは長期戦になりそうだな。20分30分ぐらい動画になるんじゃないか。こんなん周回できねえよ。普通に A をさ、だから今回の腕が出たことによってさ、 A をオートでぐるぐる回れねえじゃん。まさかの対策指摘やつ。まさかの強襲オート対策指摘やつやんこれ。スキブ貯めたいが、スキブ貯めたいがために打って、あ、片腕落ちろ。片腕落ちたらどれぐらいになるんだろうな。このシフトは安易なシフトかな。スイ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 。俺も早く片腕を落としたくて仕方がないんだ。一流100戦も10万。いやー、有馬が欲しいところだな。まあ、ただインボフェスにね、まあ、今インボフェス来てるじゃないですか。インボフェスに鳴上有馬は入ってないんですよね。イグザ有馬をごとつればどうにかなるのかしらないが、あれはごとつはね、ちょっとやっぱ厳しいよな。とりあえず窓さんのバフかかってないよね。かけとこう。あ、スキブでかけた方が頭良かったかな。まあいいや、スキブでちょっとアモンのあれはやりたいんで、よいしょ。いやー、こんなもんなのか。渋いな。どうかな。こんなもんなの。てい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 。スキブでアモン使いの。あ、やべ、アモンのスキルかっこいいから見ようとしたの。セイ。こっちかな。よ。窓さん2発当てて、アモン1発、もう1発。セイ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 。あー、微妙。あー、吹き飛んでくれねえかな。窓さんのバフごときでは吹き飛ばないか。いったんじゃねこれ。1本ぐらい折れたっしょ。マジのすけ。いやー、これじわじわと俺削る。あー、ブレイクにさ、ブレイクじゃないわ、重装にブレイクジェネレーターつけてたっけな。あれ回復だよね。そうだった気がするんだが、まあいいよ。ほら、黒なの大事なもの。アモンをこっちに。ああ、微妙いな、これも。とりあえず、窓さんでこっち2発殴って、歌出して、こういうことや。吹き飛べ！よーし！これでね、ブレイクで飛ばせたのちょっとラッキーですね。今何が起こったのか全然見てなかったっすね、画面。審判かな？やっと腕1本落とせたよ。硬すぎなんだよな、ほら。11万、渋いね。いやこれブレイクジェネレーターをさ積んできた方がいいな、歌と重蔵に。ミスったな。こうやってかなりの耐久戦だぞこれ。バフかけて、窓さんはいい、窓さんはまあとりあえずバフ要員として置いとく。歌殴る、アモン、あー、まあここはいいか、ここは一旦置こう。でシフトとりあえず貯めて、次で一回スキル打ちので一回シフト使ったらまたアモン溜まると思うから、ここで一回あれだよね。あー、やっぱ打たなきゃいけないんだよね。よいしょ、一回打ちのどっせい。せいせいシフト。おい、誰とシフトすりゃいいんだよ。これミスったな。最初に窓さん打つべきだったか。いや、これもったいないけど歌でいいや。アモン超えてる。はい。
スイ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 ドッスイでバックかかった状態のアモンのスキブのアタック、おら17万、あーザシップ、どうかな、いやーマジ HP 半分切るのはつらい。自由像ブレイクジェネレーターついたっけな、そこはちょっと気がかりなんだよな。でもアモンのスキル吹き飛ばさないとな、重造で やっててもしゃあないしな。どうかな、よっせいせい渋い、おーし、これで片腕吹っ飛んでほしいんだが、そううまくはいかないのかもしれない。あーそううまくはいかねつか、全然食らった気配がないんだが、これほんと食らってんのかこれ。いやーアモンが戻っちゃった、アモンが、アモンがよお前、二刀クラからちょー分離前のあれになっちゃったんだ、ちょーほんと使って、とりあえずこうやって、こうやって、こうやって、そういやこいつは出血しないの、また詳細読んでないんだ。せい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 、まあそう甘くはないね。クパースターバーストストリーム真顔、よいしょ、まあ次で腕を落とせるだろう、さすがにね。それであいつがどこまで弱体化するかだな。お、いいぞ要塞窓さん、相手そんな攻撃してくるわけではないな。下げてこうやって、あいつをブレイクするのが重造で、ブレイクジェネレーターが効くってんだな。まあ重造で殴った方がいいのかな、ここはもう耐久耐久でどんだけ時間かかっても。自信な、マジそれだけ、あ最初のやつどんだけ弱体化したんだっけ、最初のやつはなんだろう、わかんないな、嘘でしょ、しかもあいつ回復しよったね。お見たぞ俺今、うふ、あいつ回復しよったで、あいつ6万6000回復しよったで。そうだろ、いやこれ全員に回避にこっつけてこないとダメなのか。当たった、運ゲーかよ、あおら吹き飛べ、いやいやちょっと待ってくれよお前、4万なんて1回攻撃したら全部回復されるじゃねえか、お前ダメだこれ。いや待ってもう、うわーマジか、やっぱ全員に回避向こうつけてこなきゃ、つかあの回避向こうのアタッチメントないんだよな、1個しか、多分他のキャノンついてるかもしれないな。まあこれはね潔く敗北を認めましょう。強すぎる。というわけで駆逐フクロウ S、 あまりにも初見ではなかったけど初見殺しすぎるよねこいつは。じゃあまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。